大塚太郎と申します。仕事はサッカー指導者をやっています。もともと独学で勉強しようと思ってて、それを自分で勉強してた時に、わからないところが多すぎてつまずいて、僕自身も迷った方ではあったんですけれども、まあ、講師の方がすごく丁寧に教えてくださいますし、